横浜 F マリノスから来ました川井隆です、コンサドーレ札幌のために自分の持てる力を全て発揮して J1 昇格勝利のために貢献できるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。アルビレックス新潟から移籍してきました高木隆博です。再びコンサドーレ札幌でプレーさせてもらえることに感謝しています。ありがとうございます。J1 昇格という目標を、達成すると決めてここに来ました。よろしくお願いします。サガン鳥栖から来ました日高拓磨です。これからよろしくお願いします。早くこの札幌の地になるで、少しでも、多くの自分の特徴を出して J1 昇格に貢献できるように頑張りたいと思います。セレッソ大阪から来た山下達也です。J2 という厳しくて、難しいリーグですけど自分の特徴を生かして失点を減らしていきたいと思います。よろしくお願いします。室蘭大谷から新加入する串火和樹です。早い段階から試合に絡んでいけるようにまずは合宿からアピールして、またチームに少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今シーズンからコンサドーレ札幌有事橋からトップ昇格した三上泰です。チームの J1 昇格という目標に少しでも貢献できるように日々の練習から全力で取り組んでいきたいと思います。まずは開幕スタメンということを目標にそれから得点を2桁以上取れるように頑張っていきたいです。